も可愛いね。もう朝のドスッピンなんですけど、ちょっと今日は時間が多分ないので、夜なぎさありがとう。あ、倒れてた。そう、今日はちょっと時間が夜寝ない気がしてるんで、MJ さん、ホクペグさんありがとう。今日はなんかそんなめっちゃ朝超激早とかではなかったので、よかったけど。タッタンさんありがとう。おはよう。昨日寝落ちしてました。そうなのか。昨日は ゲーム配信してました。ちょっと おはよう。はあ、眠いけど。移動中に寝れるということで。運転中です。気をつけて。安全第一で。気をつけて。おもろすぎる。運転中、この前もいたな。運転中です。あ、そうだ、なんかさ、昨日さ、夜さ、寝ながらさ、なんかネットを、徘徊していたらさ、あのハリーポッターのコラボのさ服 見つけて、でもあと1点しかないんだよね。昨日いいねしたやつだ。あと、本当にもう1点しかないのか。グレーのパーカーはハッフルパフだよね。あ、そうだ、ハッフルパフが一番かわいいくないですか。なんかね、グリフィンドールとスリザリンとレイブンクローとハッフルパフの4つのなんかパーカーがあって、すごい、本当にコラボなんかな。クリーンドール残り1点。あ、そうなの、そういうこと。やっぱ人気なんだ。このグレーが一番可愛いもんね。でもね、欲しいけど迷うっていうか、割とお高めなんで。さすがにポチリはしなかったわ。なんか最近ハリーポッターとのコラボ商品多くてすごい嬉しい。あ、ドマさんありがとう。とて
ても嬉しいですね。なんかね、最近なんか多い気がする。ネットとかでも見る。そう、勢いが大事。でも勢いで買えるほどの価格じゃない。ちょっとね、一人で劇場通います。待っております。肌の調子は結構いいですね。最近なんか美容液とか買ったからか。タッタンさん、ありがとう。手紙届いた？届いてると思うんだけど、どうだろう。最近公演の時にね、もらえたりするんだよね。次行った時に、ちょっと早急に受け取らせてもらう。いや、今日結構割とゆったりめですね、私たちで。出番が夜だからかな。タイムテーブル出てますか？結構夜だよね。そう、7時半、夜の7時半からだいぶ夜でございますので、そんなに自体は全然。そう、でも帰りがちょっとっていうね。葵ちゃん、ありがとうっていう感じで。そうなんですね。バビバビバビ。山の子は涼しそうでいいな。涼しいのかな。涼しいのでしょうか。ベイさん、ありがとう。
実家に泊まれないです。泊まれないよ、さすがに。湿度が高いみたい。ああ、そうですよね。山、なんか標高高い気がするんだよね。なんか結構空気が薄かった気がするけど、霧っぽい感じ。あの去年空気がっていうか、そのもともとっていうか、もう天気も荒れていたんですけど、えビビアンに会えたらね、ビビさんもいるの今日。ダイちゃんありがとう。標高、そう、なんか酸素がちょっとなんか薄そう。もう少し、ん？もう少し左にずれてくると顔が、ちょっと今すっぴんなの、ごめんなさい。すっぴんなので隠れたい。曇ってます、現場帰りです。ありがとう、お仕事ついでに。お仕事ついでに。ありがとう。あ、そうなんだ、今日コンサートの座席が決まるんだ。あら、皆さんいい席になりますように願っております。酸素ボンベそこまでではないと思うけど、だけどいい時期だ。どうでしょう皆さん、日頃の行いがいい方は絶対いいです。仕事行けないので配信で見ます。よろしくね、配信で見ていてよ。頑張ってきたから、リハもね。日頃の行い悪い方はちょっと飛ばされる可能性が。何かがめちゃ迷ってた。出玉の件伝えておきました、ありがとう。出玉してもらわないと困る、ひじりさんに。早急にね、早急です。配信最善です。そうだ、最善っちゃ最善です。あれどういうやんに会えたらいいね。え、今日あれ、そうなんですか、一緒かな、今日同じなのか、会えるのかな。143ありがとう。
さんです今日は。髪の毛を染めてからやっぱりなるべく、ね、髪の毛が染まあのメイクあすっぴんの状態であんまりしたくない欲はあるよね。 なんていうの髪の毛が明るい時のすっぴんとかって結構悲惨なんで悲惨なものなんでちょっと本当に、うん、見せたくはない本当はね。ちょっと久々にすっぴんでやっちゃってる。ほいちゃんありがとう。今日は何の髪型しようかな。そう、派手髪にノーメイクはきついんだよね。そんなことあるよ。うん、葵ちゃんありがとう。ぜひ来てください。そう昨日配信でも言ったけど8月6日そう時間帯とかもなんか出番もかなりそう本当にありがたい時間帯というか。星回収400回びっくりした。ありがとう。ああ聞いたことあるな。佐世保のてっちゃん聞いたことある。そう16時台そう嬉しいです。とってもなんか48グループの中だと最後らしくてそう嬉しい。30分になったら終わろう。サマステまで東京大え？サマステあ、そっか。そうだね。確かに。いや、本当に皆さんにも伝えたいけど、こういうなんか外イベントがあるのは本当にありがたい。外イベントに出させていただけるのは本当にありがたいから。なるべくなら来てほしいね。やっぱイベントとかはできれば。でもやっぱ遠かったりお仕事だったりで来れない方ももちろんいるから本当にそれはね仕方がない。でも
本当にさ、こういうイベントとかってやっぱ全員が出れるものじゃないから、コンサートとかと違って、そうファンの出るから、愛理が出れるからこそやっぱ貴重なね時間だとは思うんだよね。やっぱりそう全員が出れるものではないから、なるべくそういうイベントはそうファンの方が来てくれたらやっぱ嬉しいなっていう気持ちはあったりもしますね。やっぱイベントに出れるからこその思い出がファンの方と作れるっていうね、そうやっぱうん、そうまあ本当にお仕事とかも忙しいからね皆さんね。イベントも多すぎてちょっとね大変だとは思うんですけど、見に来れるものはぜひ現地に来てくれたらやっぱ嬉しいなっていう愛知推しの方がね、一イベントでもね見れたらやっぱり嬉しいという感じですね。うちの輝いてるイベント空間立ち会えるのは本当に幸せ、ありがとう。昨日も全て行く勢いそうもう無理はせずにっていう、皆さん無理はねしてほしくはないんだけど、ぜひとも、まあ、行けそうだなっていう時間が合うとかね、日にちがあったらぜひって感じで、暑いとは思うんですけど夏は特に、確かにね夏休みは忙しい方もお休みの方もねいるとは思うけど、逆に私も夏休みとか忙しいから、そう夏休みの時は忙しい方もねやっぱいるとは思うんでね、推しは推せる時に推せというのに多少の無理はしたいけどね、お仕事はやっぱり優先させてもらいたい気持ちはありますから、ね、でも確かに一回一回そういうのやっぱね大切にものは作れないから毎年出れたとしてもその年その年でやっぱ違う、何でもそうだね、まあ、公演もそうだし全部そうなんですけど、一回一回大事にしていきたい。そうね、配信があるのは嬉しい。配信でもぜひ見て来れない方はね、お家からでも見てほしいなって思います。寒いより暑い方が平気。すごいね。ティフ行くお友達に付き合うチケットか。付き合う募集中。募集中。いないかな、いるかな、仕事は後回しの場合そう融通が効くね方、もしくは融通をもう無理やり効かせてる方もいるかもだけどね、ほんとそこまでしてもねちょっと会いに来てくれるのもありがたいし、そう来
らない方はもう配信とかで見守ってもらえたら、楽しんでね、一緒に思い出作っていけたら嬉しい。本当出れることがね当たり前じゃないからさ、本当に痛みを感じながら今日も頑張っていきたいと思います。山中湖盛り上がりましょう。見に来てくださる方、そして配信多分ニコ生であるのかな、ぜひ。そう、昨日8月6日チケット買いました。あー、ありがとう。ファイティン頑張っていきます。ではランキング見ます。13位タカちゃん、鴨梨さん、12位ベイさん、11位ノットさん、10位クルちゃん、9位スミスさん、8位ホクピグさん、7位音速の貴公子さん、6位ムカチカモさん、5位 MJ さん、4位ドマさん、3位タッタンさん、2位アオイちゃん、1位ダイちゃん、ありがとうございます。シューチャリさん、ホクピグさん、ありがとう。頑張ってきます。